恐怖、地元民も恐れるポニョの心霊スポットにゃーということで、サロン会員池尻光雄さんからのお便りです。はい、ありがとう。私はポニョの舞台になった広島県福山市に住んでいます。前回のポニョのお話でグランマンマーレの巨乳が小金井丸に迫ってくる部分で、小金井丸の船員が観音様だと叫びます。なぜグランマンマーレを見て観音様だと思ったのか不思議に思ってました。しかし船に迫ってきたのが巨大なおっぱいだと考えたら納得いきました。なんでかというとですね、塚の浦には地元の人がよく知る観音様がいますと。まさに崖の上にある観音堂なのですが、アブト観音という航海の安全と安産、特に母乳がよく出るような御利益があって、お堂の中にはたくさんのおっぱいの絵馬ですね。これですね、おっぱい絵馬がですねいっぱいこうあるんですね。手作りのおっぱいをやったやつで、地元の船乗りが大きなおっぱいイコールアブト観音様の化身だから、あ、観音様って言ったのかということで、とても納得できましたということです。で、ですね、アブト観音だけではなくて、瀬戸内海にはですね、岡山県などにもですね、他にもおっぱい観音がいっぱいあるんですけども、あとですね、池尻さんですね、映画後半のモデルになった場所について、ポニョとソウスケが後半で行く場所、実際の場所は福山グリーンライン、観光リゾート有料地であって、福山グリーンラインは、その後児童が殺害され死体を遺棄される事件があり、地元では有名な心霊スポットになりました。地元の人間にとっては映画後半部の心霊スポット目白押しです。大津波の後、町の人が山の上のリゾートホテルを目指しているのはなぜなのか、モデルとなったのは、いくつかホテルが出てるんですけど、どちらもググれば心霊スポットとしての記事がいっぱい出てくる場所ですと。この世かあの世か分からないような映画で、町の人みんながその心霊スポットであるホテルを目指す姿に地元民は恐怖を感じます。ホテルの看板がカメラの前を横切ったり、ホテルの存在をアピールしているように見えますということで、見てみたんですけども、確かにね、ソウスケとポニョの船が行くシーンで、この看板がですね、山の上ホテルって看板が不自然にこうシュッとこう通り過ぎるんですよね。なんか意味ありげなんですよ。宮崎ホテルがロケハンで訪れるよりも20年ぐらい前に廃墟となったホテルだそうです。この山の上のホテルっていうのはですね、なぜみんなでホテルを目指してるんでしょうかって書いてるんですけども、もうね、この辺ね、解釈したければいくらでもどうぞっていうね、宮崎駿からのもうサインなんですね。死後の世界であるかも分かんないけども、でもその町の人たちはおめでたい大漁旗とかを出してるので、その千と千尋の頃にやったような死を暗示させる、連想させるということで、そういうふうに中を読まれるってことを やられたくないから、わざと反対のものも出してちょっと分かりにくくしてるんですね。分かりにくくしてるからこそ、余計に宮崎駿のその無意識がむき出しになっちゃってる映画になってると思います。次にまだお便り続きます。山の中の道路でリサの車が止まってしまいます。なぜ車は止まってしまったのでしょうか。リサの車と同様に、観音様が通り過ぎた小金井丸もエンジンが停止しています。ちなみに福山グリーンラインの心霊現象でとても有名なのは、車のエンジンがかからなくなるというものです。関係あるのでしょうか。グリーンラインあたりの最後の疑問はトンネルです。なぜポニョはトンネルの入るところでここ嫌いと言ったのでしょうか。モデルとなったのは、室浜トンネルかアブド隧道だと思います。児童誘拐殺人事件の時、トンネル近くに死体が遺棄されたため、トンネルも有名な心霊スポットですって書いてあってですね、もう嫌だよって思うんですけど、確かにシーンとしてこんなんなんですよね。上からカメラが降りていって、でこう下に降りていくとですね、ポニョとソウスケが手をつないで入ろうとしてると、で止まれっていう字がですね、すごいはっきりこう読めるように書いてあるわけですね。もうね、かなりこうちょっと不気味なシーンとしてわざとやっぱ作ってるんですよね。でこの手をつないでこの止まれっていう場所に入っていく絵って、どっかで見たことあるなと思ったらですね、ウルトラ Q というですね、昔のですねドラマの悪魔っ子というのがあってですね、これ悪魔っ子のレーザーディスクのボックスアートなんですけどもですね、トンネルとか線路というのはあの世への道っていうのを暗示していて、で千と千尋で線路使ったので今回トンネル使ったんでしょうけど、やっぱこの2人で手をつないでいくっていうのが
ダイアン・アーバスってアメリカのですね、ちょっとあの貧困とかそういうのを撮った写真家がいたんですね。19世紀の末から20世紀の頭ぐらい、20世紀の頭ぐらいかな、アメリカ中の貧困家庭で、その中でその双子の女の子を撮ったのがやっぱすごい怖い絵だったんですよ。でそのダイアン・アーバスっていう写真家の双子の写真が後にスティーブン・キューブリックのシャイニングという映画でですね、あの双子の女の子がですね、なぜか手をつないで出てくるだけでこうゾッとするっていうのは、やっぱりあのなんだろう、ダイアン・アーバスの写真家の持っているその不気味さというのを強調してるんですけど、この悪魔っ子というのもやっぱそのあたりを強く意識しててですね、こういう手をつないで2人がなんか道を行くって言ったら、僕らやっぱこうちょっと怖いものを感じるのと同時に、ストーリー的に言えばこれやっぱり嫌がるポニョを連れていくというのが大事なんですね。なんでかというと、これ宗助の試練なんですけども、これからの 人生ですね、あの宗助はポニョが嫌がることもやらせなければいけないと、夫の義務としてですね、やらせなければいけないと。ポニョが蓋を開けてしまったパンドラの箱を戻すと、この世界を洪水から救うというですね、神話的なこの試練のシーンでもあるから、こういう構造になってるんでしょうけども、なんかやっぱりね、ちょっとね、薄気味悪いですよね。で最後、エンディングの背景の街が作中に出ている街と違うっていうのもですね、指摘されました。エンディングの絵では海に向かって、左側に灯台があって、右側に宗助の家があります。そうなんですよ、これあの宗助の家からですね、街に向かうシーンなんですけども、海が左側にあって宗助の家は後ろにあります。で、造船所が向こうにあるんですね。で、ところがですね、エンディングではですね、これが逆になっていると言われて、エンディングちょっとね、見えにくいんですけども、分かりにくいんですけども、すいません、ですね、エンディングこういうふうになっててですね、あのカメラがエンディング左から灯台からずっと始まっていって、で、街がこうあって、で、養老院と保育園が合体したものがあって、さらにこちら側に宗助の家があるんですね。つまりこの宗助の家と、造船所とかですね、保育園の位置が左右逆になっちゃってるんですよ。で、これなぜでしょうかと、左右が反転してるのかと思いましたが、造船所やひまわりの家の位置関係は正しく書いてありますというふうなことで、これね、確かに矛盾してるんですけども、最後に語ろうと思います。実はここは明らかに意識しているですね、メッセージの部分なのでですね、この、エンディングで、見える街とですね、実際のその映画の中で出てくる街の配置がなんで左右逆なのかっていうのは、ちょっとこの今日の最後で、大雑把に言うと、これこそ宮崎駿が仕掛けた大トリックですね、これまでの自分の作り方っていうのをですね、全部ひっくり返してたどり着いた、かなり面白いエンディングだと思います。あと実際この今見せたエンディングの絵の上にですね、スタッフリストが出てくるんですけれども、このスタッフリストにも実はあるスキャンダルが隠されている。こっちはプレミアムの方の放課後で話す予定です。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。